覚えてるぐらいこう衝撃ね、え厨房たちがもうあれすごかったなー言うて、もうラストにはもう鳥肌が立つぐらい伝説の男の散り際を見せよう。事件とメディアが関わってるっていうふうなのもここにあるわけね。男性が好きな映画もまあいけるよっていう女性でもこの映画は多分絶対無理やと思う。私もそうなんですけども、ここからやっぱり入り口です。あのアメリカ映画に対しては70年代を特徴づけるので、そういうふうにあのなんだ 見るために、こういうことを気にしていた方がいいよだとか、まあ、政治的なバックボーンも含めて、なんだろうな、楽しむために、違う、今の、ゆうちゃんみたいな世代が楽しむためには何を知ってたら一番面白がれますかね。いやもうあの僕と同じで何も知らないで見たらいいと思う。何も知らないで後で勉強すればいいんだから。僕らがそうだったように、うん、なるほど、うん、だって何も知らんでてもアラの犬やあのそのソルジャーブルーや、うん、バニシングポイント見てすげえと思ったわけだから、うん、それで頭にある今も彼女はもう確認、うん、これが見ると映画を確認作業と勝つからね。あ、まあ、だからその確認作業でもすごいから腰抜かすと思うけど、うん、だからまず見ればいいと思うんだけど、それに対する考え方として言えば、まあ、あのなんていうのかな、図書館だったらストックあると思うんだけど、映画評論家の増渕健さんとか、うん、石上光俊さんとかっていう、うん、今もないけれどもアンストラッシュの表を読むのが、うん、例えば今 の彼あの町山智博君、うん、あの人の今やってる映画評論のスタイルって、うん、石上光俊とか増渕健がやってたスタイルを現在にこう継承してるわけだから、うん、まあ、本家をちょっと、うん、あの読んでいただくと、うん、特にそんな70年代2人ともものすごく活躍してたから、うん、で特に石上光俊のキングコングは死んだってもう絶版で本絶版だね、うん、あれなんか見るとその70年代60年代から戦後のアメリカの時代背景全部わかるから、うん、それに即して見ると大体アメリカ映画の当時のは全部理解できる。だから時代背景を知るのが必要な時代、うん、だから80年代ではそれがあんまり求められなくなったけど、70年代にはこの時代背景はどういうして生まれてるかっていうのを知っとかないとっていう映画が多かったような気がするけどね。だからその点でね、今だにアメコミをその現代 の, その、うん、バックボーンを語るっていうのは、うん、それちょっと やりすぎたかなって思うんやけど、うん、70年は特にバックボーンがないと分からへんやろって。そう、あなんでこんな暗い話になるの、うん、ちゃんと収まりがつく話にしないの、うん、っていうのは、うん、そういう時代だから、特に前半はね、うんうん、このフレンチコネクションっていう映画もあるんですけど、はい、これただ の刑事映画のあれですよ、はい、金字塔の一つなんですけど、パート2もよくできてる、珍しい。いやパート2はね75年の映画だからピッチリ終わるの、はいはいはい、パート1ってピッチリ終わらへんね。終わらなかったね、うん、ラストシーンだね、もう、うん、これってなんでここで終わるのみたいな、ジョブラリンっていうか、あのそういう映画をさせて言うねんけど、はいはい、家にお持ち帰り映画、あ見てからそうそう、大概の映画ってその時点でつまらなかった、はいはいはい、かか面白かったで終わんないけど、はいはいはい、70年の映画って家にお持ち帰ってさあ、 あの話をかって考えてみようかってなんね。今ね、だからあのそのテイストで作った映画って若い子たちは、えあれってラストシーンどういう意味なの、分かんない、教えてというのがものすごい多いのね。え私それがお持ち帰りで考えればいいだけのことなんだよ、ね、はいはいはい、いや大好きですよ、そのお持ち帰り系って言われるものは、うん、70年代がバンバン見ていただいて、なんでこんな嫌なお家になってんのかないやそれこそやっぱね、見てること語るっていうのは、やっぱそこに楽しみがありますね、うん、それぞれの思い巡らして、あそこのシーンこうだった、そうだった、いや、うん、そこがねやっぱ深まる場でもあるんで、お持ち帰り映画好きですね。だから犯人逮捕をしていながら、はいはい、いい気分じゃないラストシーンなんですよパート1のフレンチコレクション。そのね、犯人逮捕していい気分じゃない刑事もん の,、はい、あのあれってーダーティーハリー、かっこいいでしょ、かっこいいでこんなもんじゃないから、かっこいい、22歳のあなたに言うからやと、はい、これダークナイトの冒頭ネタだから、かノーランってノーランって、あれものすごくインテリのふりしてるけど、あれ本質的にはインテリのふりなんですか、インテリのふりなんだ、本質的にはただの映画バカだからね、あれ、俺は映画小僧だと思うんです、うんうん、本当にあのね、あとこの年になると、はい、あのあれですよ、お前の考えてることが分かってると、非常によく分かります。いやちょっと、そこが例えばあのあれ、あのコマが丸いがないってインセプション、インセプション、あれ
さあ、あ、まあ、ちょっとあのノーランの悪口で怒られるかもしれないけど、続き言わせてもらうね、あれ、はい、あれ俺あのあれはノーランのデスノートって言ってんだけど、デスノートあのルールがどん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 書き換えられていくのよ、あれ、あ、あの結局夢の話だから、はいはい、どうせ死なへんやんかって思って、ね、安心感が出てしまうから、はいはい、後でどん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 実はね最下層で何かで死んでしまいますみたいな、まあそういうのあるやけど、あの映画で見てたこれそんなと思うのは、あの雪でクライマックスで雪のとこ攻略するやん、はいはいはい、やりますね、あれ007やからなだからこれそれは公言してるの、うん、クリストファー・ノーランが007が大好きで俺に監督させてよって、うん、そでもあの彼の問題はアクションシーンがとても下手みたいな、うん、あの真似はするんだけどね、うん、っていう、その独自性とか、そういや、あのアクションシーン、うん、理屈で作る人だからあ、なるほど、ここが、うん、頭が良すぎるからアクションシーン組んでいかれへんのよ。例えば言うとね、ダークナイトライジングの最後の囚人と警官ぶつかるとこあるでしょ、はいはい、あれね、日本映画のあのクローズゼロの三池隆にやらせる抜群に同じことやってるのが全然面白みがちゃうのよ、あれ絵字からも、まあ、単にそれ殴ってるだけやんなって、絵に貼ったりないし、でそんなあの映画オタクのノーラン君は、ノーラン君ダーティーハリーにおいて、はい、ダーティーハリーで、はい、あのダーティーハリーに悪役スコルプトって出てくる、ものすごい悪いやつ、それを捕まえようとする事件なんですね。で、それで法の境界線を越えるか越えないかって話になる、うん、ほらほらダークナイトのジョーカーでしょ、そうだ、で一線越えるとどうなるかってなって、かつねこの映画、あの映画、あのダークナイトで爆弾こっちを救うかこっちを救うかって話なんでしょ、あれね、この映画でもやってるんですよ誘拐された女の子がおって、それを助けるために引きずり回されて、かつクライマックスに近い危機で、はい、スクールバスに爆弾仕掛けたものについてでしょ、スコルピオのね最後の犯罪って、スクールバス黄色い真っ白のスクールバスをジャックすんねんお前さもう見てる人はもう、ほんでもっと言っちゃうと、これもっと言って、ジャッキーチェンのね、ジャッキーチェン、はいはい、新香港国際警察っていうのがあんねんけど、ポリスストーリー3か、一番新しいやつ、ああ一番新しいやつ、あの新国、うん、白いジャケットの新国産やったと思うけど、10年ぐらい前のやつ、あれね、うん、ジャッキーチェン見るとね、ノーラン見てるなこれ、おー、犯人がね、犯人グループが愉快犯みたいな犯人グループで、はいはい、マスクかぶんのよ、はいはい、あのかぶり物のね、はいはい、でかつヒロインに爆弾仕掛けて、うん、さあその爆弾と俺みたいな展開やるよんね、うん、ダークナイトの前、ダークナイト前やね、はい、誰も言うたけど、あれ絶対見てるよなお前わかるでって、わかるでって、うん、あんま言わへんけどさだから君もいい加減他のね、はいはい、あのカントブレンチみたいに素直にバッと気取らないでやればって思っちゃうんだけど、なるほど、やだからもうダーティーハリーね、これは見たいですね、まあ見てくれたまえ、いやこれは 見ます、70年代って実は、クリント・ウィストウッドの10年なんですよ。あなたは多分クリント・ウィストウッドを、はい、最近のまでしか知らない、いやおじいちゃんですか、そうですね、90年の、うん、41年、41歳ぐらいの時にイーストウッドが神かかってるぐらいかっこいいの、うん、これが映画スターやと思う、いやそれはでアメコミに、ね、もうね、アメコミに慣れてる人っていうのは、アメコミって基本的にビジランティというか自警主義の話だから、うん、警察に頼らず勝手に自分で制御を守る、あ、そうですねダーティーハリーそんな話だからね。あのダーティーっていうのは結局その、警察組織の中でははみ出し者なの。で、あの結局そこで、汚い事件だけ、担当させられるみたいな、その権力の中にいながら権力に歯向かう男を演じてるわけですよ。難しくないですか。うん、いやいやそんなに難しくない。難しくないですか。見てると、あ、そうよね。うん、ただあのね、とにかく中盤でね、すごい、はい、あ、実はね、ものすごいどれが好きかっていうね、はい、俺この5年ぐらい前かな、このロケ地全部回ったんよ、ヨガさんと小玉さんが、はい、大好きなんで、はい、もうこれはあのサンフランシスコ舞台、はい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 、でサンフランシスコのこことこことこことこのロケで有名なロケ地があるんだけども、そこを旅されてちゃんと写真撮ってきてるのね、そのシーンの、そう、全然違うのよ、ね、今ね、まあそうですね、面影はあるんです、でも1作目だけじゃなくて、まあ、あの4作目とかゴアヘッドのところも撮ってきたよね、撮ってんやけど、すごい今見ても、まあ、古びてないというか、いろいろ今やったら余計考えるんやないかなと、うん、その特に
スーパーヒーロー映画見てると、とにかく決定的には全てビジランテだから、うん、これともう一本チャールズ・ブロンソンの狼のさらばとかっていう、うん、見ると非常にこのつながってるんだなって。結構映画ってね、一個ずつポンポンとあるわけじゃないのよ、はいはいはい、全部ね繋がってるから。なぜなら作る人間見てるんだから、あの今作ってる人は俺の映画を見てくれって思って、その昔の映画を見てて俺の映画を思って見てくれっていう人だ。俺はほらそんな見てくれって言うてこんな話で話してるだけだけど、彼同様に見てるから全部その、ね、下にあるわけ、うん、でそれが例えば40年代70年代から今から言うと40年前の映画になりますけど、うん、あの過去があって現在があるから突然ポッと生まれないのよ、うんうん、で40年も前で、あの昔ほどあの普通にレンタル屋でレンタルとか配信で見るようになるから、過去の映画に対してありがたみが減ってるから、若い人は割に昔の映画って触らへんのよ、うん、40年前ってもう昔だと思うけど、うん、冷静に考えたらね、僕らがね見始めた70年代の40年前って1930年代から、うん、もうそれ白黒やったりとかさ、物によったら無声映画サイレントですよ、それぐらいの昔なんだけど、はい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 、2020年やったら、うん、40年前って50か80とか70とかそんなに、そうですね、うん、パッと入ってこれるし、うん、あ多分これ絶対見てるよねっていうのがあるから、うん、あの本当に見てるとね、かえって今の映画を見た時に、うん、あのワンランク上にいてる私っていう気分になれる。それは嬉しい。今幸いにしてこういうパッケージが、うん、あの出たので、戻れるわけですよ、その時代の映画に。確かにそういつでも見れますしね。そう。でそれであの見てしまうと、あ、大昔じゃなくなるのね、うんうん。それはだから今見たら今の映画じゃない、ゆうちゃんにとっては。うんうんうん、そういう風になれるから、機会があったら何本か見てもらっても構わない。でもね、うん、最初のうちはちょっとね、風俗とか古いからね。はい、あのノーブラの女がなんでこんなに女だと思うのよ。いやそうです、うん、おるわけないやけど思うのよ。考えられない。そうそう、いや考えられない。ちょっと70年で考えられない風だから。でもそうそう、まあ多分そういう時代やってるなっていうのが、はいはいはい、慣れてくるとそういう、僕らだって昔の30年代が見たら当時だったらすごいなと思うんだけど、やっぱ慣れなのよ全部。うん、これはうちの家内が言ってました、うん。人間って慣れるものねって松岡さんみたいに。タランティーノのワンスアポンタイムインハリウッドって見た、はいはい、あ見ました、うん、あん中で、ブラッド・ピットと出会う、要するに、ね、ランチ の, あの牧場の女の子が一人いるじゃない、はいはい、ノーブラで脇毛があるあ見ました、うん、なんかすごいな、ハンキーだなとか、うん、あれがヒッピー文化が、まあ、引きずっていて、そのまんまノーブラが70年代の女の子たちっていう風な流れなんですよ、うんうん、ブラジャーというのは男性社会が女性を押し付けた抑圧するものの象徴だから、うん、自由な女はブラジャーを取らなければいけないみたいなのあったよ、うん、いや考えられないやろ、いやもう今嫌ですよ、ね、いやだから自由な女の象徴やったわけですよ、うんそんな時代よ。そう。今のいや自由につけさせてください、ね。まあ一つのそれが、ウーマンリブと言います。はいはい、で、ベトナム戦争反対の学生運動があって、はい、ベトナムが終わります。はい、でこう、そうすると今度は表現の自由があって、はい、まあさっき、過激なあの描写って言ったけど、ポルノ映画が解禁されたから余計に過激になるわけですよ。あのアメリカ映画って。解禁されたんですか。そう。でそれで、いろんな、性描写も含めてどん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 進化するんだけど、うん、やっぱり違うねっていう風な揺り戻しがあるぐらいに、あの70年代っていうのはカオスというか、いろんな要素がいっぱいあるね。うん、見てるうちにこの映画は傑作やと注目すべきはステップなんですか。ステップか。それは初めて知りました。これがなかったら今のマメコミ映画のもうとにかく大掛かりな作品が生まれてないかろうな。パトルシネマをご覧いただきありがとうございます。パトルシネマではオリジナルの T シャツ、トートバッグの販売を予定しています。詳しくは各 SNS でチェックしてみてください。よろしくお願いします。